ミュンヒハウゼン男爵、ミュンヒハウゼン男爵、ミュンヒハウゼン男爵は、奇想天外な物語として知られる、ホラフキ男爵の冒険の主人公である。ホラフキ男爵の冒険の原型は、実在の人物である18世紀のプロイセン貴族ミュンヒハウゼン男爵カールフリードリヒ、ヒエロニュームスが、周囲に語った、自身の冒険団である。 本校ではホラブき男爵ことミュンヒハウゼン男爵に、まつわる史実と創作を共に扱うが、混乱を避けるため、史実とされる部分では称号を省き、ミュンヒハウゼンと表記し、創作とされる部分では、ミュンヒハウゼン男爵と表記する。ミュンヒハウゼン男爵カールフリードリヒヒエロニウムス、1720年5月11日から1797年2月22日は、 18世紀のプロイセン貴族である。現在のニーダーザクセン州の町ボーデンベルダーで、ミュンヒハウゼン家の第五子として生まれる。15歳の時、ブラウンシュバイククゲに故障として出資した。ロシアに移っていたブラウンシュバイク公使アントン・ウルディーヒは、死亡した故障の補充を実家に求めた。1737年、ミュンヒハウゼンは、アントン・ウルディーヒに仕えるため、ロシアに渡る。 1739年にアントン・ウルギヒの元を去り、バイロン公爵夫人の求めに応じて、ロシア軍機兵上位に任官した。アントン・ウルギヒは1739年にアンナ・レオポルド・ブナと結婚し、大元帥に就任する。1740年、アンナは息子のイワン六世を要して摂政に就任する。この政変の余波で、ミュンヒハウゼンは注意に昇進した。 リガに駐屯していたが、1740年及び1741年のタイオスマン帝国戦には参加している。1741年12月、政変によりイヴァン6世が敗され、アントン・ウルリヒはアンナと共に遊兵された。ミュンヒハウゼンは、その2年前にアントン・ウルリヒの元を去っていたため、追及から免れた。1744年、 リボニア近郊の町ペルニエルでハンジの娘ヤコビン・フォン、デュンテンと結婚する。1750年には大尉に昇進する。休暇を取り、妻を伴って、ボーデンベルダーに帰省した。しかし、母が死に、また二人の兄が戦死して、ヒエロニュームスがミュンヒハウゼン家を継ぐことになったため、ロシアに戻ることはなかった。1754年、ロシア軍から除籍される。 ボーデンベルダーでのミュンヒハウゼンは基地に富んだ話術で広く評判を集めたが同時に実務的な面については誠実な人物とも評されていた。妻に先立たれた後1794年に再婚したが不和から離婚に至っている。1797年に没した。子供はなかったがカリーニングラード旧ケ k ニヒスベルクには ミュンヒハウゼンの末たちというクラブがあり、2005年にはミュンヒハウゼンの像が建てられた。冒頭に記された出版の経緯によると、晩年のミュンヒハウゼン男爵は話し好きで、館に客を集めては、フィクションを交えた自分の体験談を話して聞かせた。その話があまりにも面白いので、ある人物がこっそり彼の話を記録し、本人に無断で出版することにした。 話を聞いたミュンヒハウゼンは怒って出版をやめさせようとしたが本は結局売り出され人気を呼んだミュンヒハウゼン男爵は憤慨のあまり死んでしまったミュンヒハウゼン物語が初めてまとまった形で出版されたのは1781年のベルリンでのことだが著者は不明であるその後百八十五年に大幅過筆された英語版が出版され 著者は、元ヘッセンホーハクのシュルドルフ・エイリヒ・ラスペである。合奏の時の題名だが、とも呼ばれた。しかしながら、そのユーモラスな物語の中には、ミュンヒハウゼン以外の出典から化したものも、少なくない。実際、周囲からミュンヒハウゼン自身に対して遠慮深いという、評価があったとは言えなかったこともあり、ラスペの出版はむしろ、ミュンヒハウゼンの評判を落とす結果となった。もともと、ラスペには、 陶壁があり、ヘッセン砲白のコレクションに手をつけた容疑で英国へ国外逃亡中のみであり、晩年には宝石偽造に関わってアイルランドへと再逃している。1786年、ゲッティンゲン大学の志向師がラスペ版をドイツ語へと翻訳、さらに加筆してドイツに逆輸入した。として出版されたこのビュルガー版は今日のドイツでも最も知られている。 版の一つである。なお、ビュルガーは、共和思想の持ち主であり、ビュルガー版には、政治的風刺が多く盛り込まれた。そのためか、ビュルガーは、生前自分が著者であることを固く否した。また、ミュンヒハウゼンやらスペ同様、ビュルガーもまた晩年は不遇であり、教授に昇進できぬまま貧乏講師で終わっている。19世紀、ミュンヒハウゼン男爵の物語は、 数多くの作家たちによって過失され、様々な言語に翻訳された。その結果として、物語には100以上のバリエーションが存在する。ミュンヒハウゼンが軍人として活躍したロシアでも、ミュンヒハウゼン男爵の物語は、古くから出版されており、特に子供向けにリライトされたものは広く愛読されている。ミュンヒハウゼン男爵の物語のうち、 ミュンヒハウゼン自身が語ったものがどれくらいあるのかは明らかでない。ただし、エピソードの大多数はミュンヒハウゼンが生まれる前から、数世に渡りルフしてきた民話が元となっていることが判明している。多くのイラストレーターがミュンヒハウゼン男爵の物語に挿絵を描いてきたが、男爵のイメージを決定づけたのは1862年版に採用された。 ユンヒハウゼンとは似ていないギュスタードレの挿絵である。ドレは他にも、ダンテの新曲や聖書にも、挿絵を提供したことで知られる。1943年、ウーファーによって、ホラー男爵の冒険が制作された。ウーファーの創立25周年記念作品であり、全編フルカラー。これはドイツにおいても4番目のカラー映画だったで、撮影され、当時としては、 高い水準の映像を実現している。ラスペバンをもとに、エイリッヒ・ケストナーが脚本を書き、ヨセフ,フ・フォン・バキが監督した。出演ハンス・アルバース、ミュンヒハウゼン男爵役、ブリギッテ・ホルナイ、エカチェリーナ大帝イイ役。もっともケストナーは、ナチ党政権から、発禁処分を受けていたため、バキは起点を聞かせて、ベルトールド、ビュルガー、ビュルガーはドイツ語で市民の意味という偽名で、 ケストナーをクレジットした。後になって、この事実を知ったヨーゼフ・ゲッペルスは起こり、バキは戦後まで映画制作の現場から外され、その他の制作担当者も処分される浮き目にあった。1961年のカレル・ゼマン監督の、ホラ・男爵の冒険、バロン・プラゼルは、実写とアニメーションの合成で男爵の冒険を描く。1979年、 マーク・ザハーロフが撮影したロシア語の映画では、冒険団が出版された後のミュンヒハウゼンが描かれた。映画の中のミュンヒハウゼンは、自分が正気であることを証明し、駆とする。テリー・ギーリアムは1988年に、スペインのバルセロナで、映画、バロンを撮影した。出演ジョン、ネビル、ミュンヒハウゼン男爵役、エリック・アイドル、オリバー・アリード、ロビン・ウィリアムズ、 ジャック・パービス、ユマ・サーマン。他にも、男爵の生涯を描いた様々な短編が制作されている。中には、ジョルジュ・メリエスによるものもある。アメリカの初期の SF 作家、ヒューゴー・アーンズバックは、戦艦期に、ミュンヒハウゼン男爵の科学的冒険を描いた。これは20世紀にみ蘇った、ミュンヒハウゼン男爵が、現代科学を駆使し活躍する。 教育的かつユーモラスな冒険 SF であった。日本の星新一にも、ホラ男爵現代の冒険、新潮社1970という作品がある。これは執筆当時の現代を舞台に、ミュンヒハウゼン男爵の子孫、シュテルン・ホンミュンヒハウゼン、架空を主人公にした風刺的な SF 風の連作中編である。なお、シュテルンはドイツ語で、星を意味する。 他にも以下のような作品がある。周囲の同情や関心を集めるために病気を装ったり自傷したりする精神疾患をミュンヒハウゼン症候群というが、これはミュンヒハウゼンがほら話で周囲の関心を集めたことにちなんで付けられた病名である。ミュンヒハウゼンのトリレンマとは物事の確実な根拠が得られることはないのではないかという問題提起である。ミュンヒハウゼンが 自分の髪を引っ張り上げることで、底なし沼から脱出したエピソードから名付けられた。上記のエピソードは、版によっては、髪ではなくブーツの紐を引っ張り上げたことになっている。コンピュータやエレクトロニクスのブートストラップという用語は、このエピソードによしするとされるが、詳細はつまびらかでない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。